はい、皆さんこんにちは、イザノナ TV のマッティです。今回はですね、こちら、スーパーサイジン3悟空の天使のですね、超撃戦を、初見でね、濃厚を狙っていきたいかなと。濃厚つっても、これコンティニューできないみたいなんですけども。で、前にあったそのスーパーサイジン3悟空みたいにカウントダウンで必殺技を打ってくるということですね。でしかもダメージ軽減のスキルも使ってくるんだ。で、ラウンドが1,2,3、まあ4かあって、全属性出てくるわけじゃないみたいですけど、さあ、まあコンテできない、どういうパーティーでいけばいいのかって感じですね。まあメダルで結構いろんなね、天使悟空が独感すると、まあ、それで技レベルも上げれるのかなといった感じですけども、さあちょっと考えてみます。はい、ということでこちらのパーティーにすることにしました。力属性とか即属、即属性はないか、敵が技属性なんでね、単属性リーダーとか、パーティーで行くのはちょっと初見では怖いかなって、この即属性がいるっていうのが理由なんですけど、最初のでしかも天使悟空なんで、天使悟空なんでって別に舐めてるとね、超撃者なんでね、やられちゃうんですけど、でも最初のステージなんで、多分大丈夫だと思うんですけども、実際その回復アイテムを結構やっぱ温存していきたいっていうところで、できるだけダメージはね、受けずに、最後のステージができたいかなと思ったので、ピッコロさんと連れてね、ディフェンシブにも戦えて、でそんなね長期戦やってるとやられちゃうので、なんか併用ダメージをねいつ打ってくるかっていう、その決められてなかったんで、ターン制限カウントがありますよとかなかったんで、ちょっと火力がかなり出るパーティーでできましたけども、ここの辺はサクサクといけそうですね。よし、まずは最初のステージで天使のスーパーサイジング。もうゲージが1本増えていると。ルーベッチ。でもダメージは割と通るんですね。通常攻撃でも割と通ってるし、ペース的にはいいペースなのかなといった感じですね。速属性は若干通りづらいみたいですけどね、やっぱり。多分大丈夫だと思うんですけど、一応回復しておきましょうかね。敵が速属性でピッコロさんでね、ディフェンスもかなり全体的に上がってるので、必殺が来ても多分、その前多分倒せると思うんですけどね。でもやっぱりね。コンティニューできないっていうのね、ちょっと怖いですね。お、倒せましたね。OK。そして、天使のスーパーサイジン2悟空と。で、これも、独感覚醒するんですよね。秘宝で交換できる、悟空ですけども。ただ今のところ見てる感じだと、そのベジータのスーパーサイジン4ベジータの超撃戦よりかはちょっと難易度低いのかなと、まだ分かんないですけど、最後のステージまで行ってないんで何とも言えないんですけども、
割とダメージも思ってるよりもそうなんで軽減ねされてるとはいえ、やっぱりコンティニューできないっていう一つのこうハードルがあることによって、まあ他の部分の難易度もちょっと下げられてるのかなといった感じですね。まあこれで硬くてね、コンティニューできなくて、しかもなんかカウントダウンしてなんか KO ダメージ打ってくるっていうのでもしたらもう絶対勝てないですからね。まあその辺はまあちゃんとやってくれてるのかなといった印象ですけども。さあいいペースですね。さあこれで倒せたかな。おっ OK、 よしいよいよ次がラストですね。これあれです、魔人ブーの時っていうか、魔人ブーにスーパーサイズ3見せた時のあれが元の絵になってるんですかね。ちょっと雰囲気違いますけどね。さーて、一回お化け逃がしておきましょう。ここはベジータもねディフェンス 120% 上がってるんで硬いんですけども、やっぱフリー属性だし必殺技がどんぐらい食らうのかちょっと分かんないんで、でもやっぱりダメージはそこそこ通るんですね。やっぱりアルハンブーも硬かったですけどね、それよりかは全然ダメージ取りますね。それは良かったかなと。さてピッコロさんで受けて、でゴジータもね、あの潜在能力回復 100% になって硬いので、まあそんなに以前よりはねその耐えれるかなみたいな心配は幾分かなくなりましたね。ちょっとしたガード役には使えるのかなと。ちょっと間違えてねピッコロさんで投函モード発動させちゃいましたけど、まあ大丈夫でしょうと。さあまあ言うてもピッコロさんもね技レベルマックスではないですけど10であるんで、まあそれなりにいいダメージ出してくれるんじゃないかなと。うん、まあなんとも言えないダメージでしたね。さあまだ現役ですね。記念以上も昔のキャラクターですけどね、ゴジータも。このアカウントはこのゴジータを、まあ、リセマラで引いてから始めたんでね一番長く、この僕のアカウントにいるキャラクターですけども、まあもう信頼度は抜群ですねちょっとね、いや即属性多いんで避けときたいですけどね。でもそれだとねちょっとつまんないんでね、受けましょう。ヒットポイントもマックスなんで。やっぱねお化け使うと安定しますけど、やっぱその分ちょっとこうスリルというかねドキドキ感を薄れますよね。次ら辺で打ってくるのかな。必殺だってあれなんですかね。おお打ってきた。1万か。カウントダウンだけじゃないんですね。あれというかこのフェス言語空の独感語って必殺あれじゃなかったっけ。なんか総流拳みたいな、なんか流拳の2なんか2倍みたい なんかそんな技じゃない。あれが一撃必殺っていう設定なんですかね。よくわかんないですけど。なんか技レベルマックスにすると打てるとかなんですかね。そ
そんなリーク情報にそんな書いてありませんでしたね。カメハメハも打ってくるんですね。さあこのターンで終わりますかね。この3天使悟空はね、技レベルも上げれるんで、ただ手間がすごいですよね。この超撃戦も回んなきゃいけないしっていうので、ちょっとめんどくさいですね。はい、ということで、プチノーコンすることができました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お済みじゃない方はぜひね、よろしくお願いしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。